オズボーンズはアメリカの音楽専門チャンネル MTV の人気番組。日本では MTV ジャパンでオズボーンズの題名で放送されていた。カリスマ的な人気を誇る伝説的なロックミュージシャン、オジー・オズボーンとその一家のビバリーヒルズの豪邸でのはちゃめちゃな日常生活を追った MTV のリアリティ番組。2002年の放映開始後に世界的な人気を獲得。 家族揃って世界中のお茶の間におなじみの存在になった。2005年3月に高い人気を保ったまま放映終了したが、その後も特番形式で数回にわたり放映されている。番組内で有名になった冒頭娘のケディ・オーズ・ボーンは2002年にシンガーとしてデビューを果たしている。彼女とオジーのデュエットチェンジズはアメリカやイギリスで大ヒットとなった。 妻で敏腕マネージャーのシャロンや息子のジャックもこの番組で有名となり、イギリス内ではシャロンがゲスト出演する番組やジャックに減量させる番組が放送されている。なお、長女のエイミーはケリーと異なり常識人とされているが、この番組を嫌ってほとんど出演していない。放送禁止用語があまりにも多いことで知られ、シリーズを重ねるごとにそれはお約束となった。 特に、家族での会話は揃って、英語圏における放送禁止用語である。ファックを何にでもつけるため、英語の放送では、P 音が3秒に1回挿入されているありさまである。アメリカでの放送では P 音が入るが、カナダ、イギリスではそのまま放送された。ありがとうございます。